どうもボンチャンネルです。7月の中旬、7月の、15日ですか、ちょうど真ん中の日ですね。我々、ハゼ釣りに行っております。ハゼ釣りに行ったんですよ。確かにちょっとオープニング違いますけれども、これには理由があってですね、一生懸命撮ったオープニング、エンディング、音声が全滅しました。なので、ちょっとボツにするにはもったいないような内容になりましたので、今回こういうオープニングで、一応名目はハゼがいるかどうかの調査っていうところで久慈川の方に行っております。今回中地の方が新しい装備で、やっておりますので、その紹介と、ハゼが実際に釣れたのかどうか、楽しみにしていただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。もいちゃ中地の新装備です。すべてダイソーで揃えましたよ。6.88 フィートのルアーロッド、結構長い方、短い方と長い方があって、長い方があったよ。リールがね、ダイソーの1000番リール、500円のやつ。ないよりはマシでしょ。で、Pラインが 0.6、 こいつを100m か、これを巻いてます。で、リーダーなんですけど、これもダイソーで売ってたのを使ってます。で、これなんですけど、なんとこのフロロカーボンリーダー、金具が取り付けてあるんですよ。結構便利かなって。もういちいち縛ったりなんだりをしなくていいので、お得かもしれません。で、2本入って結構使いやすいですね。これが中地の新装備になります。これで今年最初のハゼ釣りたいと思います。よろしく。さあ行くぞ。初めてじゃね。俺がトップバッターって初めてじゃね。沼秩父じゃないよ。マハゼだね。だって色が茶色よ。あ、じゃあトップバッターだよ俺。じゃなくて。じゃなくて。うん、ダブじゃないよ。マハゼです。なんで？言いがかりがすごいぞ。ボラじゃない。ありがとうございます。やったね。よしよしよし。クレモアじゃないか。クレイモアっぽい。クレイモアっぽい。来たんじゃない。これは来たんじゃない。これは来たんじゃないかしら。はい。あれ、すいません、ハゼじゃない。なんか違くない？ハゼじゃない。おめでとう。おめでとう。シーバス？シーバスです。ハゼ釣れたね。ヒントヒント。
分かりやすいと思って引っ張ってきたらチーバスだった。チーバスチーバス2。どんどんサイズアップしてるからどんどん大きくなってきてるんですね。絶対なら来てもおかしくない。君はリリースだ。あ、なんだ、はい、おかげだね。新兵器その2、てってて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 、ポケイスメっていうのが売ってたんで、今回使ってみたいと思います。なんでも素材が違う、食いが違うっていうところでね、まあハゼにも使えるらしいんで、一応やってみっか。開かねえぞ。何どうやって開けんだいこれ。ここかい、ここかい、あ、ここだ。おほほほほ、あー、ひじき、何これ、炭化したひじきじゃん。何これ、ほんとこれ、何これ、チョコレートの匂いする。よし、ポッケイッソメー、ポッケイッソメー。いや、びっくりしました。ちょっと待ってくれ。よし、はい、まっ、うん、せやな、俺の炭化したひじきが火を呼ぶぜ。いや、じゃあハゼを呼ぶぜ。ボラは混んで、果たしてなんだ、来てんね、おい、いるね。何これ、あー、うち、ぶっつんや。お疲れ様でした。暑くて、暑くて、暑くて、あーあーあー、タラちゃん、タラちゃん、あー、気持ちいい、めっちゃ気持ちいいよ。今回の超過ハゼ10匹、ありがとうございます。ハスにしてはいいんじゃない？